はい、どうもトシです。今回は芳醇な発酵バターの風味とゲランド塩による甘じょっぱさが美味しさの秘訣、サクホロ食感が楽しめるガレットブルトンヌを作ります。最後まで見ていただけると嬉しいです。2種類のバターを合わせます。グラニュー糖を数回に分けて加え混ぜ合わせます。グラニュー糖が飛び散らないようにゴムベラである程度混ぜ合わせます。ホイッパーですり混ぜます。同様に混ぜ合わせていきます。しっかり混ぜ合わせ、ブランシールします。加糖卵黄にゲランド塩を加え混ぜ合わせます。ブランシールしたバターに卵黄を少しずつ加えハンドミキサーで混ぜ合わせます。ゴムベラでムラなく混ぜ合わせます。合わせた粉類を数回に分け加え混ぜ合わせます。生地の半分をラップに取り分けます。
ラップで挟みます。ルーラーで挟み、生地を棒状に成形します。冷蔵庫で3時間以上、理想的には一晩生地を休ませます。休ませた生地をパテ抜きで抜きます。生地がつかないように内子をすると抜きやすくなります。抜き残りの生地はまとめて再度成形し、型抜きします。冷蔵庫で30分程度休ませます。休ませた生地に1回目の卵黄液を塗ります。冷蔵庫で30分程度乾燥させます。2回目の卵黄液を塗ります。表面にフォークで模様をつけます。今回はオーソドックスな格子模様にしてあります。シルパンに生地を並べます。セルクルにオイルスプレーを塗布します。セルクルを生地にはめ込みます。温度と時間は目安です。ご使用のオーブンで調節してください。セルクルを外し、冷めたら完成です。以上が芳醇な発酵バターの風味とゲランド塩による甘じょっぱさが美味しさの秘訣、サクホロ食感が楽しめるガレットブルトンヌの作り方です。気に入っていただけましたらチャンネル登録よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。ではまたお会いいたしましょう。さようなら。